どうもこんにちは、サザンオールスターズの松田浩司です。ようこそサザンビートへ。進行の村田誠司です。素敵なお衣装で、今日はどんな感じに、ちょっとジャージームードでお送りしようかなと思うんですが、僕はこの衣装が着たいがためにこの企画にしました。ジャケットの内側素敵でしょ。このあらモンローさんがいらっしゃるんですが、素敵です ね今回は何を解説していただけますか。今回はですね、エマノン、そしてサウダージ、真冬の蜃気楼、この2曲をやってみようかなと思います。エマノンというタイトルはの由来は何なんでしょうか。何だと思います。これがずっと40年間未だにわからないんですけど、なんか美しいこう響きですよね。美しいなんかこう女性の感じかななんて、仮タイトルの時にタイトルがなくてノーネームだったんですよ。ノーネームは、ノーネーム、それを逆さまにするとなるほどそういうことなんですね。あ、本当だ、アルバム綺麗に入ってるんですけども、さまざまなタイプの曲が83年ですけども、入ってますね。本当の方の提示する楽曲の幅広さというか、特にこれは僕らにとってもジャズみたいなものにトライするといういい機会でしたよね。そのまさにこの曲を歌っているようにドラムを叩いているように聞こえるんですよ。流れるよね、本当こう歌ってるかのような流れるドラムですよね。一つスネアが手前に入る箇所がありますよね。どんどんスタッタンなとこ、はい、ラブ、特にそのアクセントの強弱がね難しいと思うんだよね。そのオープンだったりその今のアクセントも大きくなりすぎちゃダメだし、大きくなりすぎちゃっていうのは、その音量が、とかシンバルに行くにしてもこの辺のシンバルだとうるさい時があって、頭でジャーンっていく分にはいいんだけど、タッとか短いアクセントとかだと、こういうスプラッシュ系とかはいいですよね。ああ、なるほど。音の減衰も、減衰も早く。そうそう。それにはやっぱりこうシンバル選びも。シンバル選びというか自分の持ってる中でもね。はい、どれでもいいわけじゃないっていうのは。そこはまた。ドラムの深いところですね。まあね、そうですね、
この曲が好きなポイントはどこでしょうか。ザ・ボサノバっていう感じですよね。ボサノバ僕好きなんですよ。最初にドラムを始めた頃から8ビートと同じぐらいボサノバを練習したし、なんかボサノバが、不滅なもんであるのも分かってるし、すごくでありながら8ビートに近いじゃない。はい、そうですね。ロックをやってる人でもやれるっていうかさ、まあボサノバというのはいわゆるっていうあれなんですけど、はい、うん、まあこれがいろいろ形は変えれるんだけど、基本はもうそのカッカッツタッタッタッカッっていうやつですね。ちょっと前乗りにこう転がっていく感じ、うんうん、それの重要なポイントがキックだと思うんですよ。キックだね、はい、まあ、いわゆるサンバキック。これ前も言ったかもしれないけど、前乗り感を出すにはどんどんの2発目を強くすること、ちょっとこう出ますよね、前乗り感は、うん、それが、どんどん、こう続いていく、うん、グルーヴが続いていくっていうような、今回の演奏でもそう あるんですけれども、スネアのアクセントを入れた後に、うん、アクセントだけじゃなくてそこがロールになっている、片手でロールをされていると、うん、 ね、こだわってるとこだね、ですね、うん、単なるアクセントではなく、うん、タラララララとやってるわけですね、うん、そうですね、こういう流れるようなボサノバのビートの中に少しやっぱり先ほどもやっていただいたようにこう細かい音符が出てきますね、うん、ハットとかで、はい、ハットとかライドとかと絡めた、うんうん、その辺をちょっと演奏していただけると、これ、うん、まあ、遊びの部分になってるね、はい、ね、みたいな感じですね。今のどうやったか皆さんお分かりですお分かりになりましたでしょうか。今のところは2つちょっとパラディロールっぽい2つ打ちを混ぜたあれですよね、はい、うん、これは、ちょっと高度な高度な、うん、そうですね、はい、これをやっぱりこうちょっとした曲の中のスパイスとして、うんうん、まあ本当に皆さんに言いたいのは、僕は本当に必殺のシングルストローカー、二つ打ちはやりませんっていうタイプのドラマー なぜやらないかっていうと、まあ、サザンみたいな大きな会場ではその聞こえなくなっちゃうんだね、二つ打ちとかって細かいフレーズをやってると。でもこうやって時々欲してしまうサザンビートの頭のフィルのジングルとかにしても
2つ使ってたりするもんね。そうですね、ああそれもう一回聞いてみてください皆さん、はい、まず、まあ、最初に戻ってくださいということで、はい、今回ヒロシさんのお気に入りの2曲、はい、いかがでしたでしょうか。ジャジームードで、お送りしました。